食べますちょっとうんーこれうまいな日本のピザの方はなんか材料が一つ一つしっかり感じるよな韓国のピザはちょっと混ぜた気するけどあれはあれで美味しいけどこれはこれでうまいあのさ孫ちゃんがいない時に太,太ったら太ったことで起こるわけじゃなくて 何を食べて太ったのか、そこなんですよね。美味しいものを一人で食べたから、そこです。<laughs> 私が食べれないから、あなたは食べないでってわけではなくて、俺がここ,こにマン住みながら美味しいものをたくさん食べてほしいと言うけど、そうみゃ自分自身が食べれないから。来 <laughs> 週楽しかったです。みんなに会えて、久しぶりに顔を見て挨拶したけど、一番たくさん言われたのが、飯行こうよでした。 飯行こうよってたくさん言われてて、リオのメ飯になった気がしますよ、も俺の名前ちょっと変えたと思った。俺飯かって。マジで。日本の日常ご飯めちゃめちゃ美味しいです。なんか海外出てるけど、食べ物に関して全然困ってないです、もん1ミリも <laughs>。ちょっとやばい。逆にめちゃめちゃ食べそう。ちょっとイライラするな日本の食べ物美味しくてもう !33 年間ちょっと、 ダメージがデカすぎじゃないですか生まれた時から泳いで来たくればよかったですよ、もう遅すぎでした、こっち来たの。マジ美味しいな。あ、そうだそうだ。日本のピッチャー高いっす。そうだな。これ高いよね。韓国のピッチャーは、この,の値段なら一応エールも多分。これで合わせて2900。配達費まで。俺ピッチャーね、なんか3000で食べたことない。初めて。俺が普段、 飼ってるやつより1000円ぐらい高いから1500とか文句で言ってもおかしくないけどちょっとなかなか文句言えないですね。美味しいから一応。そこはちょっとなんか負けた気がしてて悔しいなこれ。美味しい。こいつ、んお前も食べたいの口がないね食べれないねんねえ、かわいい。 これ tjs って買ったやつです、今回の。可愛いでしょう見てくれる俺みたいにお腹がちょっと出てるおっさんが聞いた方が可愛いんですよ。で、ボリューム感がある女の子はこれきお腹が出てる人が聞いた方がいいんですよ、これはそ。その立体感をお腹の方から出した方がいいんですよね。このキャラは。そうなるときっと可愛くなる。ポンちゃんに聞いたらもう死ねって言われるでしょ、もう。ニットルにベッド届きました。 マトレスだけ届きましたね。実は、そのマトレスしか届かないはずだったのに、私がちょっと勘違いして、ベッドのフレームが一緒になんか届くとちょっと考えてて、なんだ、10月31日に届くらしいですよね。それでちょっとショックを受けて、ちょっと31日はちょっと遅すぎだから、直接電話かけて、これちょっと遅すぎですけど、助けてくださいって、配信で言ってるこの言葉、 そのままでちょっと話してみたら20日まではちょっといけそうですって言われてて「ちょっとお願いします」ってマジで腰壊れそうですーとしたらなんかめっちゃ笑いながら「なんとかしてみます」って <laughs> やってくれたよ <laughs> 必死でたぶんなマジで <laughs> この声そのままでもやりましたよ「助けてください <laughs>」そう情けな声で <laughs> でも割れたくれたからまあ正解でしょ相手はまあめっちゃ意思で「パクさパク様って言ってるのに はい、パク様、大変申し訳ございませんってだけ言ってるのに、<laughs> 助けてくださいって言ってたの。な俺のせいで、俺がちょっと悪かったんですけど、レシートを半分で分けて持ってるはずですよねって、俺先にさっき確認させて、そこに多分、あの日付が10月31日に書いてると思いますよって言われて、ああ、そうですね、私はミスしました、すみませんとしたら、ちょっと確認しますねって。日本の方だったらマジで天然ですよね。電話の対応。 あれすごく好き。サイジェリアは女子高生多いらしくて、行けなかったです。行くなったら、兄貴と一緒に行きたいな、二人で。兄貴と二人で行ってもいいですかえワンチャンね、マジで LINE したら出てくるかもしれない。一緒に行ってください、としたら。<laughs> いいよ、兄貴とサイジェリア行って、一緒にご飯食べて。俺、兄貴の家にもちょっともう一回行きたいな。配信機材とかちょっと今、もうちょっと、見たくて。今来ていいよ。 <laughs> あ,あなたの家ではないのに <laughs>。なんで教化してくれるの <laughs> い,やいや、日本語は全然上手くないですね、まだまだ。今日教えてもらった日本語また忘れちゃった。あれ、な,な,なんて言いましたっけレシートの中に書いてるそのリスト館長そのまま読ぶと、ない駅なんですけど、ない駅はない駅って読めないらしいですね。な,なんでしたっけあれ、日本語で。なんて言いましたっけ内訳 ど,れどうやって知ってるみんなあなたたちマジで日本語上手いな。う、内訳って知ってますない駅って俺がなんか間違えて呼んでみたらすぐ返してくれるんだよね。すげえな。いやマジで俺不思議だ、不思議でしたから言ってるだけなんですよ、もう。マジで不思議。内訳は理由もなく覚えてる。それ大体あの天才が言ってるセリフって知ってます ジャンボさんのあの感じってなんて読みましたっけ俺ね、あれ、昔のメルティブラドという格闘ゲームで見たことあった気,、ま、気がする。月決めメルティブラドで出るスキル名じゃない違うだから今月決めみたいなあれは、まるでなんか全然関係ない観光人が、当然な、手にプリみたいななんかアニメを見て、そこで風磁がなんか使ってるツバメ返しみたいな、そういうスキル名ちょっと聞いてもらって、 見たことはあった記憶がたまに残ったりしますね。3月1日は日曜日で祝日、晴れの日でした。合ってます全部合ってるおーよしもうこ、このぐらいは読めるようになったの。なんか、なんとなく読めるんだよな。こんな感じか。<laughs> 観光にも感覚的に読んだりしない。 韓国はまあ日本漢字じゃなくて、全部平側で書いてるって考えてくださいばあれは、理解しやすいかも。全部平側で書いてるのに読め、読めれないみたいな、そういうのはないんじゃないですか。ハングルはだいいこそんな感じですね。漢字じゃないから。漫画はまあどっちでも読めるんですねおそらく。いや、そもそも漫画じゃなくて、まあたいアニメ見てるから、スパイファミリーがなんか次のシリーズ出てたってって、ソムちゃんから言われてて、一緒に見ようとしてます。 スパイファミリーみたいなアニメって、あれ、ネットフリックスで見れます韓国ではネットフリックスで見れ、見れたけど。ああ、アマゾンプライムで見れるんだ。ワッチパーティーで見れますみんなと一緒に。あ、マジ終わった。ワッチパーティー一緒に見ようぜ。あーそうだ、マネージャーさん、マネージャーさんから言われましたけど、あの、私がもう日本住み始めたのを、その、いろんな関係者さんたちが気づいたらしいんですよね。 それで、これからもっと読みやすくなるんじゃないかなと思ってるらしいですね。いい話聞きました。韓国に帰る心配しなくてもいいから、無理やり隣に来てよかった気がします。